壇上でございます。今日は4つの国地域から素晴らしい方々にご参加いただいて、また先ほど司会者からお話がありましたような、この記念すべき日に、こういう大会を開くことができますが、皆さんのともに喜びに堪えないところであります。そしてまたその最初に私にお話を申し上げる機会を与えられましたことは、私の最大の名誉でございます。本日の私の話は、フォーラムを代表しての公の立場ではなくて、私一個の個人的な見解であり、初心でありますので、そのつもりでお聞き取りいただきたいと思います。アジアと申しますときに、まず私の心に浮かんでまいりますのは、岡倉天心のアジアは一つという言葉であります。アジアは一つというのは、取りようによっては語弊がないわけでもありませんが、私はいい意味においてアジアは一つという言葉を用いたいと思います。後でここにお揃いになりますように、アジアの方々からの参加者をお迎えしまして、一緒に一堂に会してお話をすることができるということは、仲間意識と申しましょうか、親近感と申しましょうか、私は格別の考えにふけるわけであります。時間があまりありませんから、論点をいくつかに絞ってまいりますが、でそういうことでありまして、一面では我々はアジアで一体主権廃止ができるんだろうという、やや絶望的な気持ちにもならないわけではありませんけれども、果たしてそうであろうかと、果たして絶望的であろうかということを考えますと言うと、私は決してそうではないと思っております。で、私はアジアの精神的風土というものを考えてみたいと思います。アジアと申しましても非常に広い、いろんな民族があり、いろんな歴史がありますので、一口にアジアということは申せません。ましてアジアの精神的風土というふうに一括りに申すことはできませんけれども、まあ、あえて大きくそれを取り上げてみますと、私はいわば物質文明に対する精神的な文化と申しましょうか、そういうものがアジアには伝統的に昔からあるのではないかと。先ほどの天心がアジアは一つということを言いましたとき、これは直接には美術の問題、あるいは日本文化の問題について東洋独自の精神的なものがあるということを言ったものと思いますけれども、これはあえて美術などに限らない、アジア全体にわたってやはり独自の精神的なものが風土としてあるんじゃないかというふうに言ってもよろしいでありましょう。で、私は何も西洋が物質文明で東洋が精神的な文化だというふうに、そういうふうに言い切るつもりはもうとありません。そんなふうに言い切れるものではありませんが、しかしまた一方では欧米諸国の人たちの中にも西洋文明というものの行き詰まりを感じて、改めて東洋文化というものを見直そうというような人たちも出てきている。これはまた事実であります。ですから私どもはアジアの精神的な風土というものについて十分の誇りを持つべきではないかと思うんであります。で、死刑廃止という問題は、皆様もお分かりになります通り、頭で
理屈で考えるだけのものではありません。理屈だけで考えますというと、いろんなふうに議論ができますけれども、最後は心の問題、人間的なセンスの問題であり、心の問題だろうと思うのです。で、心の問題ということになってきますというと、私はアジアというものは非常に強いそういう風土を持っているものと思います。で、実際にアジアに生まれました最も大きな宗教として我々はまず仏教を挙げることができるでありましょう。仏教はご承知の通り慈悲ということを根本にしております。これもいろいろと考え方もありますけれども、慈悲が根本にあると、慈悲の考え方が根本にあるということは、これは疑い入れないところでありまして、そうなりますというと、この仏教というものと死刑廃止というものとはやはり非常に本質的に結びつくものを持っている。ご承知の通り、日本では王朝時代に350年の長きにわたって死刑の執行が行われなかった時期があります。これは王朝の中央を中心にしたものであって、必ずしも全国的に行き渡ったものではないということも言えるかもしれませんが、しかし350年もの間、たとえ中央政府の関係だけにせよ死刑の執行が全くなかったということは、一の例がありますけれども、ほとんどなかったということは、これは我々の歴史において特筆すべきことでありまして、でなぜそうなったのかと申しますと、一つには日本の国民の温和な、まあ、国民性とも言うべきものがありましょうが、その奥にやはり私は仏教の影響を見て取らなきゃならないと思います。これはむしろ通説的な考え方であろうと思います。仏教というものはそういうことでどうしても死刑の廃止の念に結びついてくる。現在においてもです、例えば今日もご出席だと思いますが、辻元さんのアジアの死刑という大変いい書物がごく最近に出たばっかりでありますが、それを読んでおりますというと、スリランカで、スリランカは、まあ、事実上死刑廃止をしているような形になっておりますけれども、しかしエクストラジュディシャルユーディキューションの図が入り行われているようでありますが、ここで仏教の立場から死刑廃止を推進している人たちがいるそうでありまして、これは大変心強いことであります。またインドにおきましては、かつては例のマハトマ・ガンディが、これは強い死刑廃止論者であったことは知られている通りである。またインディラ・ガンディ、これも非業の最後を遂げましたが、インディラ・ガンディさんもやはり死刑廃止を支持する一人であったのであります。で、これは仏教にすぐ結びつくと申しますよりも、やはりそういうふうなインドの精神的風土というものに根ざしているのではないかと、広く言えばやはりアジア的な風土の中にそういう死刑廃止論が強く根ざしていたということの例証であろうと思います。また仏教だけではない、キリスト教もアジア地域に各国に、大体、文化の方でも特に宗教に重点を置いて申し上げてまいりましたが、アジアの精神的風土ということから考えてみまして、アジア諸国はやはり本来死刑というものに、死刑廃止の方にむしろ行くべき、そういう素地を強く持っていると、こういうふうに考えてよろしいんじゃないかと。今度少し視点を変えまして、経済との関係であります。特に東南アジア諸国、まわしく経済発展の途上であります。非常に素晴らしい速度を持って経済発展を遂げつつある。そうしますというと、経済発展のためには個人の人権というものは犠牲にしても仕方ないじゃないかと。人権を犠牲にしても経済発展を進めていくということが至上命令だと、こういうような考え方が出てくる。現に最近ウィーンで開かれました国際人権会議においても、
その種の発言があったというふうに伝えられておりますが、そういう考え方がある。しかしながらです、個人というものを犠牲にして、個人を無にして、経済発展を仮に遂げたとしましても、そういう経済というものは、これは非常に脆弱なものであって、やがては崩壊の運命にある。これは全体主義諸国がまわしく大きな見本を示してくれたわけでありまして、一見派手な発展を遂げましたけれども、いよいよとなってみるというと全く惨めな廃墟になってしまっております。どうしてもやはり経済の発展には人権の尊重ということが裏付けになっちゃうかな。個人の力が背後にあればこそ本当の意味で経済の発展ということがあり得る。そうしますと言うと、一人一般の人権だけではない、死刑廃止の問題は人権問題の最たるものであります。死刑廃止論にしても、発展途上国なるがゆえに死刑廃止まで今すぐ行くのは尚早だというふうな考え方には私はどうしても賛成できないんであります。発展途上国ならばそれだけなおさら人の生命を重んじ、人の人権を重んじるということがなきゃならない。そうすれば本当のいい立派な発展ができるのではないかと思うんであります。で、第一、ここではもう詳しく申し上げませんが、死刑に抑止力があるかどうかという問題、私はこれは死刑には抑止力がないということを強く信じております。死刑に抑止力がない以上は、死刑廃止が経済の発展に役立つと、秩序を維持することに役立ち、ひいては経済の発展に役立つというようなことは考えられない。経済の発展は民生の充実、国民生活の充実に役立つことは申すまでもありませんが、やはりそれは人権を尊重した上のことで、また死刑などはなくしたような、そういう社会において初めて可能になってくるものと思います。最後に締めくくりといたしまして、人権の問題、したって死刑の廃止の問題は、これは普遍人類的なものであります。私が今日ここでアジアということを強調いたしましたが、それは今日はアジアフォーラムであり、またアジアの人たちがお互いに手を取り合っていこうと、こういう会でありますから、特にアジアに焦点を当てて申したのでありまして、死刑廃止の問題はもともと全人類的なものであるということはについては誤解がないようにしていただきたいと思います。で、比喩的に申しますというと、同じある種の植物、どんな植物でもいいんですが、植物を育てるにしましても、そのどういう土壌に育てるかと、どういう土の上で育てるかという土壌によって育成の仕方に違いがあり、違いありますけれども、そうやって育ってくる植物は同じであります。逆に申しますと、アジアにはアジアの育て方があり得る。アジアの中でもそれぞれの国や地域においていろいろと対応の仕方に違いがあっても不思議ではない、当然のことであります。しかしながら、究極的な見地から申しますというと、あくまでもそれは全人類的、地球的なものであります。私どもが地球が決めた死刑廃止ということを申しておりますのもそういうことでありまして、私どもはアジアにおいても地球が決めた死刑廃止をお互いに手を取り合って